今日はこのレーザー、グリーンレーザー、なんか緑のねラインが出るみたいですけども、3622-20M12 ですね。まあ、これを紹介したいと思います。よろしくお願いします。こんな感じかな。バッテリーないか、バッテリーないか、バッテリーが充電がないかもしれないあ、これか。はい、それでは見ていきましょう。とりあえずオフにしようかな。まあ、バッテリーはね、普通にここに挿すことができます。そしてプチって挿すでしょう。そしてさあ、まず普通のこのロックね、ロックした場合はこれが動かない、こうねロックしてるからずっと斜めになりますね。そしてこっちのアンロックにしたら一応4度までは、セルフレベルでこう動いて、まあ、ピコピコってなって、これが4度以上になったら今レベルじゃないですよって感じです。んで4度に戻ったら多分大丈夫。だから4度以内であればセルフレベリングしてくれますね。そんな感じで、まあ、この回すのもこの横、これを回していけば、反対に回そうか、これを回していけばこう動きます。だから微妙に横に動かしたいときはこれでずらしていくって感じやろね。まあこれあんまり使えへんな。でも俺これはあんまり使わないですね、僕は。手で動かしてもいいんやったら、そうね、これはあんまり微妙に使わないかもしれないですね、僕は。そしてまあモードありますが、これが今横だけ。そしてモードをしたらこれが縦、そうですね、縦ですね。そして両方、そしてまた横か、まあこれぐらいか、縦3つかな、だから3つですね。はい、まあそんな感じかなズレはね、何分って書いとったかな、ズレは33フィートでプラマイ1エースやから、100メーターぐらいで1エースいったらどれぐらいやろ、2、3ミリかな、多分100メーターでまあ2、3ミリのズレだと思います。そしてマウントがついてましたね。このマウントが、マグネットがついてるな。でも前持っとった俺ボッシュはね、ここで高さ調節、これがねマウントから高さがちょっと上がったんですよね、微妙な上がり。だからこの横向き、この横向きよりもどっちかやったら上下に上がるアジャストメントがあったらよかったですね。
まあ僕これ普通のやつちょっとカメラ下げようか。これね普通のやつがありますんで、マウントはこのちっちゃい穴と大きいやつ、これ大きいやつやから、これはねだから何にでも合うと思う。ここまでか。まあだからこんな感じで立てて、ほんでまあ深さ調整だからここでいつも大体合わせて、そして映ってるかな、でここでこう高さちょっとこれマウントからこれを上げることができたけども、どうなるかな、そのマウントはもしかしたら別売りで売ってるかもしれないですけども、今ちょっと僕には分かりません。うん、入っとるかな。まあこんな感じかな。もう一回つけたらロックにしたらこうグリーンが光って、んで、まあ、アンロックにした瞬間ちょっと動く、ほらね、これでセルフレベルの、これはよく使うから、で4度以内なら大丈夫、でも4度以上ならチカチカして教えてくれるって感じですね。レーザーつけます。これはロックしてます。ちょっと歪んでる。でアンロックにしたら自分自身でレベルを作ってくれます。まあ4度までこれができます。こんな感じね。これをだから今アンロック自分でレベル作ってくれてるけども、ロックにしちゃったら床がね歪んでるから、だいたいこんな感じで歪んじゃう。だからアンロックにして4度までやったらレベルを作ってくれます。でモードがこれね、縦はねだから上にもつくから、あの何やろ、振り下げ代わりにもなるし、足元しても知らないか。まあこんな感じですかね。まあ、うん、そうね、この横これが嫌やな、このこれ動いても知らないよな何回も言ってるけど、これが微妙な上下に下がってくれたら一番嬉しかったですね。まあ言ってられへんか、結構の値段しましたからねこれ。まあいいのは電池を別にいつも、今までやったら炭酸やったかな、炭酸の電池をウォッシュは4つ入れなあかんかってんけど、それがあのM12 のバッテリーでいけるようになったのは嬉しいですね。まあ他にも何やろ、これね俺この電池持ってないから、この電池でやるやつもありました。だけども僕は持ってないからやめました。そうね、まあマウントでも調整できる感じじゃないよ、高さないんか、まあしゃあないな。まあそんな感じですね。それでは今日は何やった M12 の362220、165フィートまで測れる
まあそこまで使わないですけどね。でまあバッテリーが普通のバッテリー何アンプね、ちょっと分からへんけど、まあ15時間、まあそんなにも使えないけど、普通のバッテリー多分2ぐらいで15時間持つって言ってんねやと思うけど、まあそれぐらいかな。映ってるかな。マハロー、ありがとうございました。